神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。ハテちゃん、イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。エイコおばさん、こんにちは。あ、タケちゃん、いらっしゃい。あ、今日も来てくれた。さ、座って座って。おばさん元気？うん、元気よ。今日も来てくれてありがとう。この前ね、イスラエルで神様が今もこんなことしてるっていうのを教えてもらったから、その続きをね、今日も聞きに来たんだけど、おばさんが知ってることをぜひね、教えてくれないかな。ああ、そう、嬉しいな。それすごいいい質問なので、うん、今日は戦争のお話しましょう。戦争、うん、戦争のお話ってあんまりいいお話だと思わないかもしれないけど、うん、神様が奇跡をなさってる、うん、まあこれ見て、これここに赤いのがポツッとあるでしょ、うん、これがイスラエルなの。小さいね。四国の大きさなの。そしてこの中東全部が、もうその周りも全部がイスラム諸国、うんうん、だから戦争が絶えないわけなんだけど、サイズで言うとこの中東の720分の1がここなのね。そして人口は60対1、うん、イスラエルの60倍の人口が中東なのね。いや、こんな中で生き延びるのは大変な感じがするね。ありえない。もう本当神様が守ってらっしゃるから、うん、あ、こうして、今もイスラエルがあるのね。そっか、イスラエルが戦いの多い中にあるのに残り続けてるっていうことも不思議なんだね。それだけでももうすごい奇跡でしょ。あ、うん、で、1948年、イスラエルが建国発表したのね、うんうんうん、でその時に6カ国が一気に襲ってきてるのよ。レバノン、シリア、イラク、ヨルダン、サウジアラビア、そしてエジプト、一気にうわって襲ってきてるのが四国の大きさ。これは勝ち目がないんじゃないのっていう感じがするけど、本当にね、勝ち目がないっていう、それがまあね、うん、どんな風に襲ってきたかっていうと、レバノンが北からでしょ、シリアが東からでしょ、そしてサウジアラビア、ヨルダンが東から、そして、南からはエジプトって、これ八方塞がり、ここが地中海だから、八方塞がりのような状況で、イスラエルが一気になくなってて当たり前、本当、うん、そのような状況であるにもかかわらず、たくさんの人たちがイスラエルのために祈ってたので、うん、国連が仲介に入って休戦という形でイスラエル
が建国できたのね、うんうん、そっかそっか。じゃあその国連の休戦のおかげによってイスラエルはじゃあ平和になっていったのかな。それだといいんだけど、うん、そうじゃないのね、うん、シリア、これはシリアなんだけど、シリアってもっともっと大きいんだけど、うん、ゴラン高原って聞いたことあるでしょ、うんうん、ゴラン高原っていうのはこの大きさなんだけど、ゴラン高原のあのゴランっていうのは高原だから高いところなのね、うん、でこの下の方は全部これイスラエルの共同体農業があるキブツって呼ばれるのね、うんうんうん、それがずらーっと並んでるの。ゴラン高原はシリアのシリアのもの。じゃあすぐ隣で。だけどその下は、その下側が、イスラエルなのね。で、そこで、もうシリアは自分たちは休戦に賛成してないからって。なるほど、なるほど。毎日、毎晩、大砲を撃ってきたの。それは大変なね、住んでられないんじゃないの。そう、だから子供たちは、毎晩シェルターで寝て、勉強も学校の勉強もシェルターの中でしなければならなかったのね。そうなんだ。そりゃかわいそうだね。あんまり外に出ることもできなさそうだもんね。外に出るなんてとんでもないっていう状況なのね。毎日それしてきたのね。それが19年続いてるわけなんだけど、そこで生活なんかできないんじゃないの。ところがこれ神様が共にいらっしゃるせいだと思うんだけど、ちょうどあの鉄の箱のような、うん、鉄の箱のような大きいのを作って、うん、その中で土地を耕して、うん、種をまいて、うん、その部分が終わると、うん、その鉄のものを次の場所に動かして耕して種まいてっていうの、それが大豊作。その一部分でだけ働いて、また移動して一部分やってって、それで、ね、そんな風にして、うん、彼らは土地を耕して畑を作ってきたわけ。そこまでしてそこに住み続けたかったのはなんか不思議な感じがするけど、もっと平和なところにね、僕だったら引っ越したいなって思うけどね。それはタケちゃんがユダヤ人じゃないから。そうなの。うん、ユダヤ人っていうのは、うん、1900年間行くところがなかったのね。流浪の旅して、うん、そして、ホロコーストのような恐ろしい状況を何度も通ってるのね。うん、だから、その約束の地に戻ったっていうので、もう命がけで約束の地を復活させる、ね、その根性っていうのはね、たけちゃんにはないのよ。そっか。そこまでしてここに住むっていうなんか気持ちがもう強いんだね。約束の地っていうのは一つしかない。そっかそっか。しかもそこにもう1900年は入れなかったのに戻ってきて、そっか、じゃあ手放したくないんだね。手放すどころか復活させたい。なんか他の民族にはない力強さを感じるね。だからね、1900年間流浪の旅をしても、ユダヤ人だというアイデンティティをなくさなかったっていうのはそこにあるんじゃないかな。1900年間民族がなくならなかったっていうことが本当に不思議だし、他の民族にはない強さがやっぱある感じがするね。そうね。だから1900年間経っても自分たちはユダヤ人だっていうアイデンティティをなくさなかったのよね。で、1967年に第三次中東戦争っていうのがあったのね。で、その時はもう大砲が撃ってきてから19年経ってたわけね。もう止まったことがないのよ、19年間。そういうような中で、今度エジプト、シリア、ヨルダン、イラクが、うん、わって一斉に襲ってきた。へ、ところが、うん、この
この人たちが押そうとしてますよっていう情報が前もって入ってきたのね、それでイスラエルは先手を打って敵の戦闘機を410台全部撃ち壊したの、そして向こうは襲ってきたんだけれども、うんうんうん、あ戦闘機がないから、うんうんうん、あ結局6日間で彼らはもう休戦、敗北っていう形でイスラエルが大勝利を得たの。ところがこの器物の人たち、うん、農業の人たちはこの戦争をチャンスに、うん、なんとかこの19年間、大砲を撃ってくるのを止めさせてくださいって願って言ったのね、政府に、うんうんうん、政府はそんなどころじゃない、うん、もう北の果てから南の果てまでの戦いで戦車は足りません、兵士は足りません、そんな状況だからどうしようもないと言ってる時だったのね。そっか。でこのゴラン高原では、うん、あほんの少しの戦車しかないので、うんうんうん、こうジグザグに動きながら監視してたわけね。あそうしたら敵のシリア側からもうたくさんな戦車が一気にうわーってやってきたの。もうそれも新型の、うん、戦車でやってきた。もうそれはちょっと大ピンチなんじゃない。もうイスラエルは、うん、これでもうダメだ、うんうんうん、もうこれでイスラエルは終わりだって思ってたら、向こうからうわーってやってきたのがピタッで止まって、そしてあれって思ってたらくるってひっくり返って U ターンしていなくなっちゃったの。帰っちゃったの。なんで？でその理由はわからないんだけれども、ゴラン高原がイスラエルのものになったわけなのね。そこからはもうもうそこからは大砲はなしな。本当。うん、そして平和な器物になっていったんだけど。いやだってもう大人になるまでシェルターでしか住んだことがないなんて考えられないからね。だからもうその時に、うん、その理由がわからないんだけれども、うん、この共同体農業の親たちがゴラン高原の上に初めて登っていって、うんうん、そしてもう本当に肩を叩きながらね、涙流しながら、子供たちこれからはもう自分の普通の寝室で寝て、うん、普通の学校に行けるんだよって、もう親たちが涙流した時なの、ね、そうなんだ。いや絶対負けておかしくないようなもう襲われ方なのに、すごいね。すごいでしょ、うん、そしてその理由が全然わからなかったんだけど、うん、何年も経ってから、うん、イスラエル側で運転していた、うん、その戦車を運転していた人が、うんうんうん、シリア側の戦車を運転した人に出会ったの、うん、何年も経ってから、ね、そして、うん、イスラエル側の人がどうしてあの時に U ターンして、うんうんうん、で帰ってしまったの、うん、って聞いたのね、うん、そしたら向こうの人が、いや、イスラエル側を見たら最新型の戦車がずらーっと並んで、うん、ものすごい勢いで自分たちの方へ向かってきたから、もう勝ち目がないので、うん、大急ぎで U ターンして帰ったっていう。だって本当はもう数少ない戦車でなんとかこう見張ってたっていう。でそういうことが起こったのね、うん。なんかそれは聖書に出てくる話似たようなことあるよね。でしょ、うん、今のイスラエルに、旧約聖書と同じような奇跡が起こっているっていうのが、うん、このゴラン高原の出来事でわかるわけね、うんうん、だからちょっと、はい、第二列王記の6章、15節から17節ちょっと読んでみて。はい。
神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。これが神様の戦車ですよね、敵の戦車は町を取り巻いてたんだけれども、このエリシャが、見せてあげてくださいって弟子が見たら、もう火の戦車が、取り巻いていた。それと同じことをシリア側が見たので、慌てて逃げていったという出来事なのね。シリアの側からイスラエルを見たら、もう本当はないのに、もうすごい量の戦車が襲ってくるように見てたんだ彼らは。本当にそれが見えた。それもイスラエルが見たわけじゃないのね。これはエリシャが見てるんだけども、イスラエル側はわけが分かんない。なんで逃げていったんだろうって思う。それが後で彼らから聞いて、神様は今も昔と変わらないことをしてくださってるんだっていうね、そのような、出来事が起こってるわけ。これはすごい奇跡だね。同じようなことは他にも起こってるの？第四次中東戦争の時にね、このゴラン高原で、ヤニーブ隊長が、自分の弟子たちを連れて、クネトラという町に夜遅く向かってたのね、そしてひょっと気がついたら地雷地域に入っちゃったの。地雷地域に入ったら、もうさ戻ることもできないし、進むこともできないのね。動けないね。動けない動けない、すごい恐ろしい、だからこの鉄砲の先に、ナイフがついてるの、それを外して、土の上をスーッとゆっくり走らせるのね。そしたらね、カンって当たるとそれが地雷なの。だから当たらなかったところに一歩足を置いて、今度は次のところをこうして、あ、ここ大丈夫っていうところへ足を置いて、もうみんながしゃがみ込んで、なんとか爆発させずにここを出ようと、ナイフをこう走らせている時に突風が吹いたの。もうその突風があまりにもひどくて、みんなしゃがんでる、それがもう飛ばされそうになって、もし飛ばされたら地雷の上に落っこちるかもしれない。もうみんな必死になって、目なんか開けられないぐらいの突風、もう倒れそうな、倒れそうな。それがやっと突風が収まって、そしてもう、あ、砂ぼこりもちょっとなくなったっていうので目を開けたら、月の光で見えてるのが、10万個の地雷が全部丸出し、10万個もあったの？そこ10万個もあったの。いや本当に、じゃあ一歩も動けないじゃない。一歩も動けないのが丸出しになってたのよ、だから、そこを踏まないように陣地に戻っているわけなのね。それ一個一個ぶつかんないように歩いてたら、いつまでたっても帰れない。すごいね。その丸出しになった10万個もう見渡す限り、それがその突風で誰も倒れなかった、それも不思議なことだけど、月の光に神様のなさったその大いなる出来事が丸見えになってたって。だから地雷の上に、砂がかかってたはずなんだけど、砂が全部飛ばされたから、
地雷はまあ見えるように、まあ、地表に出てきたみたいな。30センチの土がなくなってたって記録に載った。だからヤニーブ隊長とみんなはもう感謝して感謝して、歩いて陣に帰ったんだけど、陣地に着いてからあれは神様だったって思ったっていうのよ。すごいでしょ。すごい話だね。だってあんな、ね、この環境でイスラエルがね、戦争も多いし、まあ、そしてもう大砲も飛んでくるしって生き延びてるっていうことがすごいけど、本当に神様の奇跡がちゃんともう働かれて、まあ、だからこそ生きてこられたっていうのがはっきりわかるんだね。すごいでしょ。いやすごいことだ。だから近代イスラエルも聖書のイスラエルも同じように神様が働いてらっしゃる。すごい。いやそんな奇跡聞いたこともなかったね。いやー嬉しいな、こんなお話たけちゃんにできたのがもう嬉しくて仕方がない。いやいや興奮するような話だねこれは。いやでもまたちょっとこの続きも今度聞きに来るわ。うわ嬉しい嬉しい、まだいつでも、まだまだあるわよ。いや神様本当にすごいね。今もこうやってイスラエルで神様が奇跡なさるっていうのはもうすごいびっくりだわ。はっきり分かったね。だから神様が、乙女イスラエルよ、私があなたを立て直すという言葉がピタッとくるんですよね。本当だ。いや今日もすごい話を聞かせてもらったから、もうまた今度近いうちに来るね。あもう早く来てね、いつでも来てね。はい、じゃあまた戻ってきます。それでは本日のおさらいをします。イスラエルのゴラン高原で営まれていた共同体農業では、子どもたちは19年間外に出られずシェルターで生活していました。1967年の第3次中東戦争では、旧約聖書に出てくるような奇跡を神様がなさって、ゴラン高原がイスラエルのものとなりました。10万個の地雷地帯に突風が吹いて土が飛ばされ、地雷がすべて丸出しになった奇跡が起こったのです。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。